2007年のバレンシアグランプリは、ロードレース世界選手権の2007年シーズン最終戦として、11月2日から4日まで、スペインのバレンシアサーキットで開催された。唯一最終戦まで、チャンピオン争いが持ち越された 125CC クラスでは、チームアスパーのガボールタルマクシが、チームメイトのエクトル・ファウベルに対し10ポイントのリードを持ち、予選では、 ポールポジションを獲得し決勝を迎えた。レースは序盤からこの二人のマッチレースとなり、逆転チャンピオンを狙うファウベルは、ファイナルラップの最終コーナーでタルマクシをオーバーテイクし、シーズン5勝目を挙げた。しかし2位を堅持したタルマクシがチャンピオンシップ上は5ポイント差で逃げ切り、ハンガリー人初のワールドチャンピオンに輝いた。3位には二人のチームメートのセルヒオガデアが入り、 チームアスパーは地元 GP で表彰台独占を果たした。250cc クラス決勝では KTM のミカカリオがアレックス・デアンジェリスとのバトルを制止シーズン2勝目を挙げた。3位にはワイルドカード枠で参戦したアプリリアの開発ライダーアレックス・デボンが入り自身初の表彰台に立った。モートジッピークラスでは 年間ランキング2位をめぐっての争いが展開された。バレンティーノ・ロッシがランキング3位のダニ・ペドロサに対し24ポイントの大差を築いており、1ポイントでも獲得すればいい、有利な位置にいた。しかしロッシは予選で転倒し右手を骨折、決勝には痛みに耐えて出場しかいながら、ポイント圏内を走行していたが、19周目にエンジントラブルが発生し、リタイアとなった。 一方、ペドロサは、ポールポジションを獲得し、決勝でも新王者のケイシー・ストーラーを抑えて、シーズン2勝目を挙げた。これで、ペドロサがロッシュを逆転し、1ポイント差で、シリーズランキング2位の座を勝ち取った。ありがとうございます。